宗像氏貞、超名門の戦う大宮司、血塗られた継承劇から騒乱の九州へ。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、戦う大宮司宗像氏貞についてご紹介していこうと思います。九州征伐直前の九州の地は、多くの武将たちが争う騒乱の真っ只中にありました。その中で宗像大社の大宮司を務める一族に生まれた宗像氏貞は、戦う宮司として騒乱の九州での生き延びを図った武将です。家督継承時には血生臭い争いがありましたが、彼は時代を生き抜くために必死で和睦と離反を繰り返しました。どんな人物だったのか、じっくりと紹介していきたいと思います。超名門の一族、宗像氏。宗像氏貞が生まれた宗像氏は、宗像大社の大宮司を代々務める名門一族です。古事記や日本書紀には漢字は違いますが、読み方の同じ宗像氏が登場します。大化の改新の後に宗像大社の神主になりました。九州にも源平の合戦や南北朝の争いが及ぶにつれて武装化し、戦国時代には周防、山口県の大内氏に属するようになります。宗像大社は宗像神社や厳島神社など7000余りの神社の頂点に立つすごい神社なんですよ。世界遺産、神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群の構成資産として登録されたことでも近年は有名になりましたね。そして天文14年、1545年、氏貞は宗像大社の第78代大宮司宗像正氏の庶子として誕生したのです。家督争いの予兆。氏貞の父正氏は、弟の氏継に家督を譲ると、大内氏に出資し、大内義興と義高の2代に仕えました。ただ再び家督に復帰した後、今度は甥、弟ともの氏男に家督を譲ります。氏貞は庶子だったため家督が回ってこなかったのですね。ところが天文20年、1551年、大寧寺の変で大内義高が重臣の末春方に討たれると、氏雄もまた討ち死にを遂げてしまいます。このため宗像氏の家督をめぐり、不穏な空気が立ち込めることとなりました。というのも、諸子である氏貞を担ぐ一派と、氏雄の弟千代松を担ぐ一派、一説には氏雄の妻で氏貞の異母子にあたる菊姫に婿を迎えて家を継がせようとしたとも、が家中に存在したからなのです。血塗られた家督継承劇。宗像氏に家督争いの様相が現れ始めると、大内氏を下克上で乗っ取った末春方は氏貞を支持しました。氏貞の母は春方の姪だったのです。このため春方の後ろ盾を得た氏貞がわずか7歳で家督を継ぐことになりました。幼い氏貞には何もわからないままことが過ぎ去ったことと思いますが、この直後、凄惨な事件が宗像氏を襲います。末春方が家臣に命じ、千代松や宗像氏継を殺害し、その上菊姫とその母、宗像正氏の正室で氏貞にとっては義理の母や次女までをも殺してしまったのです。しかも彼女たちの遺体は穴に放り込まれて埋められるという凄惨なやり方でした。これが山田事件と呼ばれる事件です。こうして氏貞の家督は安泰となったのですが、血塗られたイメージは拭えません。そしてこの後、氏貞が成長してからも事件の関係者が次々と開始するなど、気味の悪いことが続きました。後に氏貞の妹が錯乱して母の喉元に噛みつき、事件の犠牲者の怨霊だと名乗って恨み事を叫ぶなどという事件もあったそうですよ。末、大友、毛利など大勢力の間で生き延びるべく戦う。弘治元年、
1555年、末春方は厳島の戦いで毛利氏と激突します。氏貞はまだ12歳でしたが、おそらく家臣のサポートもあったと思われ、この戦いに援軍を派遣したとも言われています。しかし春方が敗れて自陣し、その後毛利氏が大内氏を滅ぼすと、元服した氏貞は大内氏と同盟関係にあった大友氏に従うようになりました。ただこの頃の毛利氏は勢いがあり、北九州にまで進出してきました。そのため秋月氏などがまず大友氏から離反すると、氏貞もまたその動きに同調し毛利へと転じたのです。がこれには大きなリスクも伴いました。永禄2年1559年、敵に回った大友氏が毛利氏による文字城攻めと同時に宗像領に侵攻してきたのです。攻め手は大友の支援を得た同族宗像重氏でした。氏貞は重氏とそれを援護する大友の大軍の前に攻しきれずに撤退し、一旦大島宗像氏に避難しなくてはなりませんでした。大友との和睦で束の間の平和も再びの反抗。一度本拠地を捨てる形になった氏貞ですが、その半年後となる永禄3年1560年3月、毛利氏の援助を得ると所領を奪い返し、本領に帰還することとなります。以後は立花道節や臼杵秋早などそうそうたる大友の宿将たちと渡り合い、その侵攻を防ぎ続けました。やがて毛利が大友と和睦の運びとなると、氏貞も大友氏と和睦します。ここで束の間の平穏が氏貞や宗像氏に訪れることとなりました。しかし本当にそれは束の間のことでした。和睦とはいえ、毛利と大友が仲良しになったわけではありません。隙あらばと虎視眈々とお互いの隙を狙っているわけですから、息詰まる状況が水面下では続いていたのです。そして永禄10年1567年、高橋昭胤が再び大友氏に反旗を翻して挙兵します。すると氏貞もそれに続いて大友から離反し、他にも秋月種実や立花昭俊らが挙兵し、九州北部は一気に騒乱の渦へと叩き落とされたのでした。この戦乱の中で氏貞は毛利方として数多くの合戦で戦功を挙げ、毛利氏からは太刀や馬を贈られ、功をねぎらわれています。厳しい条件のもと大友氏と再びの和睦。毛利と大友のせめぎ合いは進展を見せず、結局毛利は九州から退き、両者は和睦を結ぶことになりました。こうなっては氏貞にも戦う理由がなくなってしまいます。彼は大友氏に降伏しましたが、それには厳しい条件が付け加えられていました。一つは大友重臣、臼杵秋早の娘を大友宗麟の養女とし、それを氏貞の妻に迎えること。そしてもう一つは氏貞の家臣、河津高家の命を差し出すことでした。氏貞は河津を高く買っていたので殺害をためらいましたが、それでは宗像氏が耐えてしまいます。泣く泣く河津を殺害した氏貞は、残された彼の一族を一門として扱い、せめてもの待遇をしたそうですよ。またその一方で氏貞は自分の妹色姫を立花道節に嫁がせ、なんとか大友氏の下で生き延びようと必死の策を講じました。立花道節との行き違い。ところがその道節と氏貞との間で行き違いが生じてしまいます。天正9年1581年、秋月種実が再び造反して大友領に侵攻し、道節は大友方の城の兵糧を運び込むため氏貞に領内の通行を認めてもらいました。しかし立花氏はかつての敵だったわけですから、宗像氏の中には恨みを持つ家臣もいたのです。そんな家臣たちが立花方の輸送隊を襲おうと企み、その作戦が道節の知るところとなってしまったんですよ。怒りを隠せない道節に対し、重臣たちが何とか矛を収めるようにと還元し、
氏貞も丁重に謝ったのですが、それでも道雪は聞き入れてくれませんでした。このため再び立花氏と宗像氏は交戦状態となってしまいます。氏貞は何とか立花方を退けましたが、兄と夫の争いに心を痛めた妹色姫が自害してしまうなど、悲しい出来事も起こってしまいました。混沌の時代に翻弄され耐えた宗像氏の嫡流、やがて九州の情勢は大友氏に不利となり、島津氏の勢いが盛んになってきます。そんな中で立花道雪が沈没すると、氏貞は奪われた丘陵を奪還しますが、その後大友と島津とどちらにつくか悩みました。そして天正14年1586年、豊臣秀吉による九州征伐が始まる前に42年の生涯を閉じたのです。氏貞の嗣子は早世しており、宗像氏は跡継ぎがありませんでした。しかし重臣たちは氏貞の死を隠して領国経営を続け、秀吉に謁見し九州征伐で戦功を挙げるなど、宗像氏として領地を安堵されるかに思われました。しかし秀吉は重臣たち個人の功労には報いましたが、あっさりと宗像氏の領地をほとんど召し上げ、小早川高景に与えてしまったのです。こうして宗像氏の嫡流は途絶えることとなってしまったのでした。まとめ1、宗像氏は歴史が古く、宗像大社の大宮司を代々務める名門一族だった。2、氏貞は諸子だったが当主の死により家督争いに巻き込まれた。3、末春方の後ろ盾により家督を継ぐも、血生臭い事件がその裏で起きていた。4、末春方の後は大友氏、そして毛利氏に転じて生き残りを図った。5、大友氏と和睦するが再び反旗を翻し毛利方として戦った。6、結局大友氏に降伏することとなり、厳しい条件を飲まされた。7、立花道雪には妹を嫁がせたが、家臣の独断専行により行き違いが生まれてしまった。8、混沌とした九州の情勢の中、42歳で生涯を終え、宗像氏の嫡流は途絶えた。戦国時代の九州で生き延びていくためにはなかなか難しい状況だったと思います。氏貞はよく頑張ったと思いますが、後継ぎがいなかったことが残念でした。息子が亡くなった時すぐに後継ぎを決めていたらと思いますが、まさか自分も42歳で亡くなるとは思わなかったのでしょうね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。